どうもこんにちは。芸能人の結婚や離婚に関してテレビなどでは盛大に報道され、たびたびもう離婚したのなんて思うこともありますよね。そこで今回はスピード離婚した芸能人をランキング順に紹介していきたいと思います。どのくらいの期間でスピード離婚したのか予想してみてください。最後までご視聴よろしくお願いいたします。14位、滝川花子さん、仁科克樹さん。1年9ヶ月で離婚し、理由は夫のキャバクラ通いだそうです。滝川花子さんは女優滝川由美さんの一人娘と知られ、世間知らずのお嬢様として裕福に育ち、女優としても活動しています。両親の影響から幼い頃から芸能界を志し、14歳の時、母のようにちやほやされたいとの憧れから芸能界入りを志して、猛反対する母に内緒で10社以上の芸能事務所に履歴書を送り、オーディションを受けるものの全滅。気づいた母の紹介により芸能事務所に所属することになりました。プライベートでは2010年1月に交際を公表していた松方弘樹さんの息子である俳優の仁科さんと同年10月6日に婚約を発表しました。翌2011年1月11日に婚姻届を提出し結婚。1月21日にグアムで挙式しました。結婚当初から性格の不一致を感じており、結婚後1年足らずの2011年末に些細な喧嘩をきっかけに双方の不満が衝突し、滝川さんが家を出て別居となります。2012年7月に離婚に向けて協議中の旨が報道され、同年10月22日に離婚届を提出して正式に離婚となりました。結婚から1年9ヶ月のスピード離婚です。性格の不一致や仁科さんの女遊びや仕事の姿勢に問題があったとも言われていましたが、大きな離婚の原因となったのが仁科さんのキャバクラ通いだったようです。滝川さんは2023年8月7日一般男性と再婚、11月20日第一子妊娠を公表し、2024年3月18日第一子女児の出産を報告しています。13位、翁めぐみさん、藤田進さん。1年半で離婚し、理由は価値観の違いだそうです。翁さんの初婚相手はアメーバブログなどで有名なサイバーエージェント社長の藤田さんでした。売れっ子女優翁さんと IT 界の革命児藤田さんの、こちらも世間をあっと驚かせた結婚でしたね。藤田さんはライブドアの堀江貴文さん、楽天の三木谷博文さんとほぼ同時期に起業し、成功を収めたヒルズ族の一人としても知られています。二人は2002年に知人の紹介で知り合い、結婚後は六本木ヒルズのオークションを新居としていましたが、わずか1年半で離婚し、当初はつい先日解決しがたい問題が生じたと理由を明かしていましたが、後の翁さんの暴露本で価値観のズレによるすれ違いだったと明かされました。翁さんは2007年5月30日引退報道が流れ、デビューから所属していたパーフィットプロダクションも当月いっぱいでの退社を認めました。サンケイスポーツは事務所と契約解除したと報じましたが、7月初めに芸能界を引退した覚えはないという本人のコメントが報道され話題となりました。その後、藤田さんは2009年に元秘書の女性と再婚し、一方の翁さんは結婚、離婚を繰り返し、現在は俳優の木村涼さんと3度目の結婚をしました。12位、竹内優子さん、中村獅童さん。1年半で離婚し、理由は中村さんの不倫だそうです。竹内さんは中学卒業後に原宿でスカウトされ、芸能界デビューを果たし、一躍人気売れっ子女優として活躍していました。プライベートでは人気歌舞伎俳優の中村さんとの結婚でも世間を賑わせました。中村さんは歌舞伎の名門小川家に生まれ、明星学園高等学校卒業後、日本大学芸術学部演劇学科に入学しました。俳優として活動するも下積み生活が長く続いたそうです。竹内さんは生前ほとんど公表されることはありませんでしたが、中学時代に両親が離婚するも同居を続け、中学2年の時に母親が39歳で癌で亡くなり、翌年父親が3人の男の連れ子を持つ女性と再婚するという
複雑な家庭環境で育ったそうです。二人は映画「今、会いに行きます」の共演をきっかけに交際がスタートしました。映画の印象もあってか、二人の結婚を祝福し、幸せが長く続いてほしいと願うファンも多くいましたが、中村さんの度重なる女性問題が発覚し、あえなく離婚となってしまいました。中村さんとの一人息子を竹内さんが育てることとなり、一方の中村さんはがんの克服を経て再婚、子供の誕生と別々の道を歩まれています。11位、椎名林檎さん、八吉淳二さん。1年2ヶ月で離婚し、理由は椎名さんの不倫だそうです。椎名さんはデビュー当時から絶大な人気を博し、デビュー20周年を迎えた現在もなおカリスマ的人気を得ているシンガーソングライターです。2004年から2012年まではロックバンド東京事変のボーカリストとして活動していました。実刑はシンガーソングライターの椎名淳平さんです。2009年に平成20年度芸術選奨新人賞を受賞しました。2001年にミュージシャンの八吉さんとの入籍、妊娠を発表しました。プライベートでは2000年11月に自身の公式サイトにてできちゃった結婚を報告し、相手の八吉さんは当時椎名さんが手掛けていたバンドの一つ虐待グリコゲンのギタリストを務めていた方でした。しかし子供が生まれてすぐの2002年1月、わずか約半年でスピード離婚していたことが報道により発覚し、長男の親権は椎名さんに渡っています。その後も歌舞伎俳優の子中村勘三郎さんなどとも浮き名を流しました。そんな椎名さんですが、音楽活動は順調そのものです。2016年のリオデジャネイロオリンピックにおいてはフラッグハンドオーバーセレモニーのクリエイティブスーパーバイザーと音楽監督を務めました。また2017年12月には東京2020開会式閉会式4式典総合プランニングチームに就任しました。椎名さんは現時点で事実婚状態にあるのは映像ディレクターの児玉雄一さんだそうです。10位、梶原雄太さん、一般女性。1年1ヶ月で離婚し、理由は梶原さんの不倫だそうです。梶原さんは相方の西野さんと共に大人気となったお笑いコンビキングコングの一人です。運動神経が抜群でサッカーやボクシングの経験があるそうです。プライベートでは2004年に一般女性と結婚し、睦月さんという方で、2001年に跳ねるの扉でブレイクを果たし、調子に乗ってしまったのか浮気報道が出てしまいました。グラビアアイドル藤川のぞみさんと夜中にホテルに行くところをスクープされてしまい、それが原因で2004年4月に離婚してしまいました。最終的には多額の慰謝料を払ったそうです。梶原さんは2003年2月ストレスによる心身症を発症したことで失踪、一時消息不明になり話題となりました。当時新幹線の車内で新横浜を過ぎてから体の震えが止まらなくなっており、ゆりかもめに乗ることも怖くなっていたほか、お笑い芸人の木村雄一さんが監修する番組でそれ用のネタが思いつかず、出番直前にトイレに隠れたりもしていたといいます。心身症を発症してからの3日間の記憶は全くなく、現在でも記憶がないそうです。現在は2007年に再婚した奥様と暮らしているようで、梶原さんは2018年10月からカジサックの芸名で YouTube チャンネル「カジサックの部屋」を開設しています。由来は自身が出演していたテレビ番組「跳ねるの扉」の本人曰く非常に滑ったコントで演じたキャラクター名から来ているそうです。そして何といっても最近では相方の西野さんの活躍が光ります。絵本作家としても活躍する西野さんは煙突待ちのプペルが大人気となりました。出版不況の中、発行部数が1年を待たずに30万部を突破しました。煙突待ちのプペルは映画や漫画と同じく複数のクリエイターが関わる分業制で成り立っており、クラウドファウンディングで1000万円の資金を調達したことでも注目を集めました。また発売前にこの絵本の個展を入場無料で開催するためクラウドファウンディングで資金を調達し、こちらも約3000人から4600万円を超える資金を調達しました。
これまでの出版業界の常識を打ち破る様々な取り組みに世間の注目を集めました。9位、小室哲哉さん、吉田麻美さん。10ヶ月で離婚し、理由は小室さんの不倫だそうです。小室さんはミュージシャン、音楽プロデューサーとして一世を風靡し、ダンスミュージックやテクノ、時代を映した等身大のアイドルを数多く世間に輩出してきました。小室ブームという社会現象を巻き起こしたことでも有名です。華原朋美さんと破局後、2001年には DOS のメンバーだった吉田麻美さんと再婚しますが、わずか10ヶ月でスピード離婚しています。当初は小室さんが吉田さんにベタ惚れ状況だったそうですが、新婚5ヶ月目に小室さんは現在の妻恵子さんと不倫していました。また最近引退を発表した小室さんではありますが、看護師の女性との不倫疑惑が週刊文春に掲載され、後の会見では不倫関係を否定し、妻である恵子さんの介護疲れから来る精神の疲労などを述べていました。 C 型肝炎や左耳の突発性難聴などの病を患い、左耳がほとんど聞こえない状態であることが分かりました。自身の創作能力の限界を感じていたことから引退の発表となったようです。8位、江角真紀子さん、桐島ローランドさん。9ヶ月で離婚し、理由は価値観の違いだそうです。江角さんは現在は芸能界を引退されていますが、以前は元バレーボールの実業団選手や長身と抜群のスタイルを生かし、女優やモデルとしても活躍されていました。前夫は写真家の桐島ローランドさんです。神奈川県横浜市出身の桐島さんはスコットランド人の父と日本人の母親である桐島陽子さんの長男です。セントメリーズインターナショナルスクールを卒業後、ニューヨーク大学芸術学部写真科に入学し、1991年に卒業、ニューヨークで写真家として活動を始めました。江角さんは桐島さんと1996年2月29日に結婚していますが、わずか9ヶ月でスピード離婚し、かなり話題となりました。江角さんと桐島さんの離婚の原因については詳しくは発表されていませんが、一説によれば名家である桐島家の末裔である桐島ローランドさんの生い立ちに江角さんの感覚が合わなかったということが最大の原因とも言われています。ちなみに江角さんと桐島さんとの間には子供は生まれていません。桐島さんは2002年に趣味の茶道が縁で知り合った女性と再婚し、一方の江角さんの現在の夫はフジテレビのディレクター平野誠さんです。7位、吉川ひなのさん、イザムさん。7ヶ月で離婚し、理由はイザムさんのクレーマー気質な性格だそうです。吉川さんは1991年銀座にてウィンドショッピング中にスカウトされて芸能界入りし、モデル、タレントとして10代の頃から芸能界で活躍しています。イザムさんは SHAZNA で大ブレイクを果たし、そんな2人が1999年に電撃結婚しました。そういえばそんなこともあったなぁという組み合わせカップルでしたね。吉川さんは天然不思議ちゃんキャラでブームとなっていました。一方のイザムさんも女装して歌うビジュアル系バンドとして世間の注目を一気に集めました。二人ともまるで人形のようなルックスからお似合いのカップルとして羨望の目でも見られていましたが、同年9月にわずか7ヶ月で電撃離婚を発表し、再び世間を騒がせました。あまりに早すぎる破局で、幼稚すぎる、おままごと婚などと言われましたが、離婚の原因は新婚旅行にあったようです。そしてその原因はイザムさん側にあったとされ、そのイザムさんのクレーマー気質な性格に吉川ひなのさんが疲れてしまったようなのです。現在では別々のパートナーと幸せに暮らしている吉川さんとイザムさん。吉川さんは2011年に会社経営の一般男性と再婚、2012年第一子女児を出産し、2015年春ハワイに移住しました。2018年2月には第二子男児を出産しました。6位、杉田かおるさん、相川淳太さん。7ヶ月で離婚し、理由は杉田さんの中絶だそうです。杉田さんは1972年に子役として芸能界デビューを果たし、7歳の時には天才子役と呼ばれ、1979年には
3年 B 組金八先生に出演し話題となりました。1980年には池中玄太80キロに出演し、こちらも話題となり、このドラマの挿入歌となった鳥の歌も大ヒットとなりました。借金、不倫疑惑、泥沼離婚などプライベート面でのスキャンダルが多いことでも知られています。スキャンダルの回数はなんと180回にも及びます。2005年1月には日産コンツェルン創始者相川の孫である相川淳太さんと結婚を発表しましたが、わずか7ヶ月後に離婚しています。相川氏の友人からは、結婚後に杉田さんが子供ができたみたいだけど仕事ができなくなるから降ろすと相川さんに告げたことが決定的原因と語っているそうです。それ以外にも婚姻中から夫婦生活に関しての暴露話などで旦那である相川さんをネタ的に扱うなどしていたことも影響を与えたのではないかと言われています。杉田さんは2013年に一般男性と再婚し、神奈川県湘南に住み、畑で農作物を育てながら生活を送っています。最近ではテレビではあまり見かけなくなった杉田さんですが、数年前からお母様の介護をして、つい最近そのお母様も天国へ旅立たれたとニュースで報じられました。5位、大渕愛子さん、一般男性、半年で離婚し、理由は過干渉と言われています。大渕愛子さんは現在アムール法律事務所の代表を務めている弁護士で、過去には多くのテレビ番組に出演し、行列のできる法律相談所では約5年近くもレギュラーを務めていました。大渕弁護士は現在再婚されていますが、20代の頃に初めて弁護士として働いた同じ事務所の同僚と27歳の時に結婚していましたが、わずか4ヶ月でスピード離婚していました。その理由というのが、お互いのことを干渉するのは時間の無駄というものだったそうです。ゆるキャラふなっしーの大ファンで、自宅の仕事机周辺に大量のおなっしーグッズを飾っており、1日あたり平均して5000円前後もふなっしーに散財していたことがあるそうです。2014年8月24日に生放送された行列のできる法律相談所で、6月から同棲中だった俳優の金山和彦さんと再婚したことを発表。自身の誕生日である8月12日に婚姻届を提出したそうです。現在タレント活動はほとんど行っていませんが、芸能事務所タイタンに所属しているようです。4位、葉月リオナさん、寿司職人、3ヶ月で離婚し、理由は旦那さんの収入だそうです。葉月さんといえば魔性の女としても知られている女優で、過去には真田広之さんとの不倫が報じられています。それ以外にも様々な男性と浮き名を流してきました。親の仕事の関係で10歳から高校2年生までアメリカ合衆国のシカゴで過ごした帰国子女、英語が得意とされています。1998年にはハワイ在住の寿司職人と電撃結婚していますが、わずか3ヶ月でスピード離婚しています。その離婚の理由として、葉月さんは欲のなさがいいところだったけど、それが向上心のなさになって嫌になったと語られていて、当初は芸能界を引退しハワイ移住を考えていましたが、旦那の稼ぎがあまり良くなかったことも原因ではないかと言われています。2004年には別の男性と再婚し長女を授かりましたが、2017年には2度目の離婚をしています。3位、ひとみりょうさん、和歌山喜一郎さん、2ヶ月で離婚し、理由は双方の DV とのことです。和歌山さんは名俳優和歌山富三郎さんを父に持ち、宝塚歌劇団卒業生で映画女優の藤原玲子さんを母に持つ2世タレントで、勝新太郎さんは叔父にあたります。プライベートでは2014年には俳優の上原健さんと、元タレントの大林雅美さんの娘で女優のひとみりょうさんと結婚するも、同年10月にわずか2ヶ月でスピード離婚しています。離婚の原因は DV だったそうで、和歌山さんがとある番組で DV 離婚について話をされ、離婚となった理由を説明されたそうです。最初は先輩や俳優がいる前での振る舞い方などが理由で手を挙げてしまったそうです。しかしひとみりょうさんも手を出したと言われていて、ハサミを投げたこともあったそうで、
そのハサミが若山さんの太ももに刺さったそうです。このようなことが原因で離婚となったそうです。そして若山さんは2017年11月に一般女性と再婚しました。2位、星百合子さん、実業家。2ヶ月で離婚し、理由は相性が良くなかったそうです。日本の大女優である星さんは1943年東京都千代田区に生まれ、吉江さゆりさんは1年後輩になります。1958年東宝が募集し、ミスシンデレラ娘で優勝したことをきっかけにして芸能界入りしました。鈴懸の散歩道で銀幕デビューを果たし、癖のない庶民的な美貌で一躍人気となりました。1961年の若大将シリーズのヒロインとして注目を集め、加山雄三さんと多くの作品で共演した星さん。女優として人気の絶頂だった1969年に実業家の横井邦彦さんと結婚しました。しかし相性が良くなかったのか、わずか2ヶ月でのスピード離婚となりました。6年後の1975年には脚本家の花戸小箱さんと再婚しますが、1983年に花戸さんは亡くなられたそうです。その後1990年には会社役員の男性と再婚しています。2001年以降はテレビドラマで母親役を中心に活躍しています。1位、遠野なぎこさん、一般会社員。1ヶ月半で離婚し、真実は闇の中です。遠野さんは子役として幼い頃から芸能界で活躍されています。1999年には NHK 朝の連続テレビ小説スズランでヒロインを演じました。自由奔放に見える遠野さんですが、幼少期親からの児童虐待などの被害を受け、また幼い頃から母親との確執などがあったようですね。当時人気子役であったことから、中学校でもいじめに遭っていたそうです。プライベートは2度の結婚と2度の離婚をしていて、2009年に一般男性と最初の結婚をしましたが、72日間でスピード離婚し、その後も2014年にバー経営者の男性と交際2ヶ月でのスピード結婚をしましたが、わずか55日間でのスピード離婚となりました。遠野さんといえば過激な問題発言ばかりに注目されていますが、長い間摂食障害などに苦しんできた過去もあります。辛く苦しい過去を乗り越えて、ぜひ幸せをつかんでもらいたいですね。いかがでしたでしょうか。お互い最初は好きで結婚した2人なのに、離婚という形を選んでしまったことにいろいろな迷いもあったことでしょう。特にそれが芸能人の場合は、一般人と比べると派手に報道されてしまうので大変です。しかし不倫など許されないものやそれぞれの事情があり、現在もなおスピード離婚をする人は少なくないようです。スピード離婚してしまう前に、もう少し相手と長く交際し、互いをよく知ることで離婚を回避できたらいいのですが。ご覧いただきありがとうございました。まだの人は登録と高評価をお忘れなく。またこのお時間でお会いしましょう。それでは。